しくお願いいたします。チューンさん30周年のイベントということで、池部楽器さんとチューンギターマニアックさんの共同の企画ということで、こうして本日こういったクリニックミニライブイベントを企画していただきました。ありがとうございます。最初に聞かせていただいたのはこれ、自分のモデルでですね、チューンさんはですね、フェニックスという新しいブランドをですね、何年前ですかね、5年ぐらい前でしょうか。6、7年前にですね、フェニックスというブランドを、立ち上げてからですね、普通の何でしょうか、チューンさんのラインとは違った楽器のシリーズがこう今第1弾、2弾、3弾、4弾、5弾目が登場したんですけれども、これがその第3弾にあたるフェニックスの3号機 PH3 という楽器なんです。でこれの特徴がですね、普通のエレキベースよりちょっとこう尺が短いと。で尺が短いことによってこう何でしょうね、高い方のポジションとかも細かいフレーズがこうスムーズに弾くことができるというモデルになっております。フェニックスの1号機というのがそもそも6年前ぐらいに登場した時に、そのきっかけがあれは某成瀬さんのリクエストだったんでしょうか。そうです、そうです。成瀬義弘さんとい こう偉大なベースの神がおられるんですけれども、その成瀬さんがですね、こう中音域と高音域と低音域同時にこうブリッとこう張りのある音が欲しいっていうオーダーをもともとされたというのがきっかけで、このフェニックスシリーズが誕生に至ったと。でその当時のフェニックスの初号機っていうのは、これ見ていただくと分かると思うんですけど、四角いヘッドの形をしている。今はこれがフェニックスの割とこう特徴となっているルックスだと思うんですけれども、初号機だけはこの伝統的なチューンの三角形の形だったんです。ですね。そうですよ。はい。で、その、三角のヘッドにシングルピックアップが乗っていたというのが初代のフェニックスだったんですけれども、それにこう改良を重ねてどんどんフェニックスシリーズが生まれ変わっていくと。で、フェニックスの2号機というのが今こちらにはないんですけれども、2号機になってここがこう四角いデザインになったと。で、インチは34のまま、普通のレギュラーのスケールだったんですね。で、その時もやっぱりこのシングルが積んであったと。で、これが3号機で、3号機になってからピックアップがハムバッカーに乗せ替えられていたんですけれども、僕はその最初にフェニックスの初号機を弾かせていただいた時に、すごくそのなんて言うんでしょうね、アンサンブルにすごく溶け込むんだけど、ちゃんとこうミッドの抜けてくる音というか、それがすごく耳に残っていたものでして、でこの楽器を最初使っていたんですけれども、絶対このピックアップを乗せたらいいだろうなと
思って今こういう改造をして今に至ると。そしたらやっぱりいろんなライブの現場で使っていると共演者さんからもすごく抜けが良くなったねとか、すごくラインが明確に見えるようになったというお言葉をいただくようになったんですけれども、この感じを反映してくださったのかどうかはわからないんですけれども、今フェニックスの5号機というものが新しく登場したということで、それを今度は触ってみたいと思います。こちらがですね PH7-5 という、PH の4号機っていうのはここがね特徴的だったやつなんですけども、それはあのセットネックっつって、あのボルトオンでもなくスルーネックでもないっていう組み込みだけでもって、作られたやつが4号機だったということなんですけども、初代のフェニックスの語源が PH5。 そうですそうですそうです。で初代のフェニックスの6弦が PH6。 そうです。というわけでこれが PH7 の5、5は5弦の5ということですね。でもってですね、これは34インチで、まあ普通のレギュラーのスケールなんですけれども、その間が狭いということですごく高い方に行っても33インチの時とそんなにこう演奏感が変わらないで弾けると。でもちゃんとこうスケールは取っているということで、ロービーの鳴りなんかもこう、しっかり伸びてくれると。でもうポイントがもう一つありましてですね、こいつはミニスイッチがいくつかついているんですけれども、まずこっち側、これがあのミドルのですね、ノッチフィルターといいますか、あのこれをやるとどういう音に変化が現れるかというと、こいつをじゃあ550の方を切ってやると、普通の状態に戻すと、こっちのスイッチは何だということなんですけれども、いいですか、これを倒すと、そうなんです、緑に光るっていう、これはあの暗い時でもこう3ポジここ5ポジここ間違えないっていう、それもあるんですけど、やっぱりかっこいいですね。というわけでですね、この PH7-5、 これ新しいフェニックスなんですけれども、トップがですね、このまずパッと見た時にすごく上品な大人の風合いを感じますけれども、これトップが、珍しいですね、ローズがトップになってます。トップ材がローズで、後ろがですね、これも、これは裏がアルダーですね、アルダーが1枚でドーンと。ネックはこれはメイプル、そうですそうです、メイプルネックですね、メイプルです。 サンプル3ピース3ピース、1、2、3貼り合わせでできていると。で、この指板の部分が、これはエボニーですね。エボニーで、割とこう硬い音が出ると。そうです。で、ピックアップがこのフェニックスの初代から載っている PH1 というシングルのピックアップですね。これが結構サウンドの肝になっていると思います。で、フェニックスシリーズはですね、数が実はそんなにたくさん出ている楽器ではなくて、基本的にはそのお客様からのオーダーをいただいて、こういうモデルを基本に、例えばこれだったら5号機を基本にしてこのピックアップを積んでほしいとかいうオーダーを元に作られることが多いんですけれども、僕はもうこのもともと3号機にシングルの PH1 を積んでくれっていうオーダーでやると、こういうものが出来上がってくると。で、これはトップ材は今流行りのバックアイバールっていう木材なんですけれども、というわけでこれはもう塗装なしの、これもそうですけど、ここにある楽器はほとんどそうですけど、これは全部塗装なしの木材の色がそのまま出ているということで、こういう模様がいいって人はバックアイバールでオーダーするとこういう感じになるというわけでございます。
I'm going to go to the hospital.